When my husband proposed, he told me not to worry about the protocol and etiquette, all this, because I was very worried. 結婚するときに、少し不安もあったらしいです。しきたりや非常にその歴史深い歴史がありますから、ノア。ただ私のこのハズバンの私ですが、あんまり何て言いましょうか、そのしきたりとかその決まり事に対してあんまりこう要求されなかったということがかなり、リラックスした要因ではあります。さあ、それでは本日の素敵なゲストをご紹介いたします。本日はレマロン人であり能楽師梅若直彦先生の奥様でいらっしゃいます梅若マドレーヌ様にお越しいただいております。そして梅若直彦先生にもご同席いただいております。そしてですね、本日のテーマがレバノンから来た能楽師の妻ということですので、ぜひマドレーヌさんは英語でお話しくださいますので、ぜひ梅若先生にはですね、通訳をしていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。できるかどうか分かりませんが、とにかくよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、リスナーの皆さんもですね、レバノンという国をですねご存知でいらっしゃいますでしょうか。ぜひマドレーヌさんにレバノンという国どんな国なのか教えていただきたいと思います。はい、こんにちは、マドレーヌ梅若です。よろしくお願いします。 Yeah, Lebanon is a very small country but very very old. It goes back to the Phoenician time, and if you know, the Phoenician are the one who invented the alphabet. So, レバノンは比較的小さな国で、もちろん歴史もあって、フェニキア人の国なんですね、だったわけです。それでフェニキア人はアルファベットを発明した民族でありました。We on the Mediterranean, so the Phoenician had to go and do business with a tree, with a cedar tree, Phoenè, and then that how very good position, but very small. 地中海がございますので、フェニキア人が活動する船でその移動してビジネス、商人として、活躍しやすかったということと、またレバノン杉というのが非常に有名で、これをいろいろ利用していろいろなことがあったらしいです。なるほど。We have so many invasion Byzantine, Roman, all this, but then the most important is we have Christian, have Muslim.And this is make it a bit complicated, but we're very multicultural. 宗教的なことで言いますと、イスラム教と、キリスト教が同時に住んでた国であったということ。ただ内戦が今結果的にはあって、今もちろんもう戦争は終わってますけど、そういう形。なるほど。そのようなレバノンから日本に、ね、お越しになったということなんですが、初めてレバノンから日本に来た時の印象、はい、感想はいかがでしたか。 Yes. What happened is, I have a sister who met her Japanese husband in Lebanon before the war, the civil war. So when the civil war started, we came to Japan, and that was the reason, main reason of coming, escaping the war.私が日本に来たのは、内戦が、勃発して非常に危険な状態になったから避難してきたわけですけれども、それも家族で父親と母親で来たんですけれども、姉が日本人と内戦勃発する前に、結婚しておりまして、ですから姉のもとに、義理の兄のもとに、やってきたわけです。 Yes, and then Kobe is very similar to Beirut. Beirut was used to be called the Paris of the Middle East, and so the seaside and the mountain. So I was very happy to be coming back, coming to a safe country and live again my life. 神戸は、レバノンと似てて、レバノンは中東のパリなんていうふうに昔は言われてたわけですけど、内戦の前には。ですので、その気持ち的にも非常に神戸が気に入っていたということと、また平和であるということが何よりも一番重要なことであった。 And then that I love Japan from the first time I arrived, you know, and I was fascinated by the culture, the safety, the service, many things attracted me.
もちろん最初からも日本は来た時に非常にサービスからそれからまあ国民性からもちろん先ほど申し上げたように平和安全であるということで最初から非常に感動しておりますという、うん、なるほど、まあ、そのように日本に、ね、お越しになってそしてなんと能楽師の妻ということになられたということなのですが、まあ、その能楽という世界は日本人でもこう難しいという感じる方もとても多くて、しきたりもとても多いように思うのですが、そのような中で何か、ご苦労なさったことですとかあるいは心がけたことはありましたか？Well, when my husband proposed, he told me not to worry about the protocol and etiquette, all this, because I was very worried. And in fact, he didn't ask me to do anything, not to be myself. And that helps a lot. 結婚するときに、まあ、少し不安もあったらしいです。しきたりや非常にその歴史深い歴史がありますからのは。ただ私のこのハズバンの私ですが、あんまり何て言いましょうか、そのしきたりとかその決まり事に対してあんまりこう要求されなかったということがかなり、まあ、リラックスした要因ではあります。At the beginning, I started wearing kimono to blend in and try to follow, but then I realized the most important thingwas to introduce no to foreigners and take no abroad. 最初は着物を着たりして一生懸命、まあ、やっておりました。ただ途中から私の仕事というのは、まあ、外国人の人たちに、まあ、斧を紹介することというふうに自分で考えてそれを中心に活動するようになりました。So at the beginning, I opened up all the VIP room and invited all the diplomats and so on. And people were like not happy about it, but that's how we managed to take no abroad many times. 能楽堂によっては後ろの、まあ、貴賓室みたいなものも設定されているとかあって、かなり後ろなんですけど正面のそこをまあ開けてもらったりして、まあ、外交官の方々それぞれ各国の来ていただいて、まあ、ある方の目には余計なことしてるなみたいな映ったかもしれませんけども、私なりに頑張りましたと。なるほど、うん、実際にその日本の社会の中でマドレーヌさんはお二人のお子様のお母様でもいらっしゃるわけなのですが、日本もそして世界もそうですけれども多様化の時代で教育の面でもとても難しい時代だとも言われています。そのような中でこう日本のお母様も悩みを持っていらっしゃる方たくさんいらっしゃるのですが、こう国をまたいで教育を行ってこられたマドレーヌさんは何かこう心がけたことですとか大切になさっていたことはありますか？Yes, you see, why I'm speaking now English is one of the reasons is, there are many reasons, but one of them is that I was feeling pressure that I have to talk in a very casual and polite way and be a bit different of my personality. And so I kind of to survive, I try to, I said, I cannot do this, so I had to.compromise and I want to keep my identity and be able to function. その、ご質問以前に日本でその難しいこと、教育に直接関係ないかもしれませんけど、難しいこととして日本のやっぱり敬語の難しさっていうのは、うん、外国人にとってはそんな簡単にできるものではないので、かなり自分にその圧力というか不安というかも あってやっぱりそれは比較的非常に難しい問題で多分今でもあると思うんですが、mm-hmm. She's asking about the education now. Education, children's education. Education. Yeah. Talking about education. Yeah. You know, we are living in a globalized world, and so I wanted my kid to fit. It's a very competition world, and so that's why I try to make them as much bicultural or bilingual possible. I had a hard time, but it was worth the effort. まあ昔から言われてるかもしれませんけど、まあ、なんていうんですか、バイリンガルっていうか2カ国語話せるとか、まあ、ある方は3カ国語4カ国語ってそういう時代ですし、だからできるだけまあ、それを担保してなかなか大変だったことは大変だったけど、まあ、一応そういう教育はしました。うん、
選択肢もたくさんあったと思うのですが、それはご夫婦で話し合われたんですか？The choice of the education、we had a common, you know, the agreement, or it was more or less your. You know, I've tried to put my daughter, for instance, first at Wakabakai in order to go to the escalator school, but I saw that she was a tomboy and could not fit at all, and so I had to put her in international school, and then we went to England 4 years.So really had a lot of change to adapt to make her fit. 娘のことに関しますと、ちょっとこう男っぽい女の子で、幼稚園は西麻布にあります若葉幼稚園って三井さんが作られたところで、朝ごきげんよう、おはようございますっていうところで、そこへ入れてあげたんですけども、ちょっとやっぱり男っぽくて、そこは卒業したのかな。まあ、とにかくそれでイギリスに行ったりして、いろいろな教育を、受けさせてあげることができましたって。なるほど。But then we went to England 4 years, came back, and there were it was very hard to adapt. But well, anyway, I managed. イギリスから帰国して1994年に帰ってきて5年から小学を入れたんですけども、ちょっと最初慣れなかったみたいです、娘も。But very important thing, I wanted them to have their Japanese identity because they're no players and they participate with my husband. So they made them put in Japanese school to learn Japanese. And アイデンティティとしてはやっぱり日本人であってほしかったって。私も日本人ですし、だから それをベースに、日本の学校に、小学校に、入れたんです、2人とも帰国してから。なるほど。その教育の甲斐もあってご立派にお育ちになられたと思うのですが、今後マドレーヌさんが、お仕事も通じて、そしてご家庭も通じて目指していきたい姿というものがありましたら教えてください。 Well, what is your plan, the future plan, both for the children and for yourself?Well, I learned one thing. I did computer science, but I end up doing the know out of my love to know and help my husband. So I think people should follow their passion, and I encourage my kids to follow their passion. ちょっと本にも書かせていただいたんですけども、一応コンピューターサイエンスをやって、それを途中で退学して、おのおの方に入ってという脳を、プロモートしたいという情熱が湧いてきたので、それしました。だから娘が情熱、自分の気持ちに忠実にやっていってほしいと、生きていってほしいという。なるほど、ありがとうございます。さあ、そして今ご本というふうに出たんですけれども、このレバノンから来た能楽師の妻というご本が出されていますよね。これをお書きになるのはいかがでしたか、ご感想。Yes, I was very lucky that my editor at Iwanami was very interested in my story. So I wanted to encourage people toAppreciate no, and this is one of the reasons I wrote it too, to see how hard the train, and how harsh, rigid the discipline they have to follow. こんなことに岩波の編集者の方が非常にご理解のある方で、まず興味を持ってくださったことと、それから私の書いた理由として、やっぱりのをもっとこうなんとなくこうみんなに知ってもらいたい。それから内部の部分といいますのは、例えば修行もだから厳しいもんであるみたいなことも少し書かせていただいたと。はい、素晴らしいですね。はい、このご本をリスナーの方に3名様にプレゼントいただけるということですね。Yes, I will be very happy to present this three books, and I hope the readers will appreciate it. レバノンという国のことについても詳しく書かれていますし、またその能楽を妻という立場からも見て、そしてまたこう海外に広めるためのご活動もしていらっしゃる様子も詳しく書かれていますので、とても素晴らしいご本ですね。ぜひたくさんの方にお読みいただきたいと思います。はい、そしてもう一つ映画明日
下になればというものも、これはマドレーヌさんがなんとプロデューサーを務められたというものですよね。はい、こちらも少しだけご紹介をお願いいたします。これはas you know, nobody knows about Lebanon in Japan, so my daughter, filmmaker as well, and she wanted to introduce Lebanon in a cultural way, and that's why we did it together. 、はい、レバノンは日本であんまり知られてない国でもありますので、まあ、娘がドキュメンタリーとしてこれを撮って自分がプロデュースした形になりました。はいはい、ということで、まあ、こちらもね、はい、YouTube などにも、ね、出ておりますので、はい、ぜひ皆様 ね、ご覧になっていただきたいと思います。はい、It's on YouTube, you can see it. うん、はい、さあということで、またこれ銀座ロイヤルサロンのインタビューページにもまたリンクを貼りましてご紹介をさせていただきたいと思います。それでは本日は、梅岡直彦先生、そしてマドリーヌ様、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you for having us. ありがとうございました。ありがとうございました。